ここにも足跡が。さっきと比べるとなんだかまばらね。まあ、それに足跡の歩幅の感覚が一定じゃない。進んでは立ち止まるを繰り返しているな。追っ手を振り切れなくてイライラしているみたいだな。足跡はハイドパークの北側に向かっているわ。本当だ、早く捕まえなきゃ。ならば一つ忠告しておこう。先ほどのワトソン君の初歩的な知識に付け加えたいこともある。なんだよホームズ、俺が得意げになったこと根に持ってるのか。僕が君を根に思っている？面白い冗談だ。そもそも君は無能なレディを喜ばせて得意げになるような器の小さな男なのか。ちょっと待って、無能なレディって私のこと？ちょっと待てよホームズ、小さい男ってあんまりだろ。俺お前よりも背は高いのに。二人同時にうるさいぞ、口を閉じたまえ。猫における1歳は一説によると人間における17歳と同等にあたる。まあ、それじゃあチェルシーは私たちと大体同じ年ということね。だとしても猫の知能って人間の 2,3 歳児くらいだろ。なのに俺たちが出し抜かれるなんてこと。そう、今の君のように多くの人間はそうは思わない。それはなぜか。猫は野生の勘も鋭いハンターであり、圧倒的な身体能力を身につけている。僕たちもいつまかれるかわからない。だから油断するな。時間までにチェルシーを見つけるためにも。心配するなってホームズ、いざとなったら俺が力ずくで尻尾をつかんで捕まえて。そんな乱暴なことをしてはダメよワトソン。猫の尻尾をつかむだなんてかわいそうだわ。そうだな、事件の犯人の尻尾をつかむならまだしも、女王陛下の猫に無体な真似はいただけない。チェルシーは式典に出なければならないしな。そうだな、二人の言う通りかも。待て、そうか、そういうことか。どうしたんだホームズ。見たまえ、ここで足跡がきれいに消えている。その先に続く足跡もない。本当だわ。だけど近くに飛び移るにも、この周囲には木も何もない。長距離を飛ぶにしたって、いや半径5メートル以内にも着地した跡すらないなんて、どういうことだホームズ。バッグトラックさ、来た時の足跡をきれいにたどってそのまま後ずさりしたんだ。全くずれずに同じ足跡をたどったってのか。そんな器用なことが。いや可能だ。同じ足跡をたどって戻り、どこかで近くの草むれや固く足跡のつかない他の場所へと飛び移る。これは野生動物が捕食者から逃れるために使う方法だ。チェルシーは飼い猫だが、本気を出せば本能的にそうした方法で敵を欺く可能性もある。よっぽど捕まりたくないんだな女王陛下。そんなに猫に嫌われてたのか。嫌われているわけではないと思うわ。まだ懐かれていないだけよ。大体意味は同じだろう。逃げられたことに変わりはない。
それに嫌われようが好かれようが全ての動物に本能がある。ほら、ホームズ、お前女の子相手に何やってるんだよ。このぼんやりして鈍そうなお嬢様ですら、目の前に迫った危険を本能的に回避する。なるほど。私、避けるときは何も考えていなかったわ。これが本能ね。君、そんな素直に納得するなんて。ホームズ、だからって女の子に拳を向けるなんて紳士のすることじゃないだろ。人間、身をもって体験したことが一番よく覚えられるものだ。感謝してほしいくらいだな。はいはい。それに猫は本気を出すと時速50キロで走るそうだ。これは現在人の駆け足の最高記録を超えている。つまり追い抜くことのできない速度だ。まあ考えろ、最善の策を。何かあるはずだ、盲点が。どこからジャンプしてどこに着地したのか。いや、枯葉にジャンプしたら足跡が残らない。それ以前に今まで辿ってきた足跡を遡って探している最中に猫は遠くへ逃げてしまう。一体どうすれば。ホームズ、ワタソン、一つ、いいかしら。うまくいくかどうかわからないけれど、私から提案があるの。君に何か考えがあるのか。一体何だ。こちらから猫の方を呼んでみるのはどうかしら。ミス・ホワイトリー、君は何をわけのわからないことを。待てちょうだい。ちょうど来たみたいだわ。ペンデルトン、お嬢様、お待たせいたしました。ペンデルトン、約束のものは。はい、ちゃんとこちらの馬車に詰めるだけ積んでおります。どうもありがとう。それじゃあ早速ここで枝に火をつけてちょうだい。はい、お嬢様。おっと、何をするつもりなんだ。ええ、これはシルバーバイン、東洋のアジアの方に自生している樹木よ。私の屋敷の庭に生えていたものを枝を切って持ってきてもらったの。そんな貴重そうな木、切ってよかったのか。屋敷に来た東洋の商人からいただいたものだけれど、今は緊急時だから仕方ないわ。おい、何を考えてるんだ。公園内は火気厳禁だぞ。こんなところで木を燃やすなんて。ですが今は緊急事態ですので失礼します。なんだ、これはもしかして。ええ、この匂いのおかげよ。別名アクチニディアポリゴナム、通称マタタビといって猫の好物なの。匂いだけで引き寄せられてくるわ。
あっちからも。おい、どんどん猫が寄ってくるぞ。よかった。豪華は半信半疑だったけれど、オス猫には特に効果があるそうよ。女の子のチェルシーにも聞いてくれるといいんだけど。なんだ？こいつら、なんか様子がおかしいぞ。狂ったように踊り始めた。これは一体？ええ。引き寄せられるのはいいんだけれど、人間がお酒を飲んだ時と同じ状態。つまりは、酔っ払ってしまうの。なるほど。それでこんなにふにゃふにゃに。しばらくこの調子が続くけれど、時間が経てば元に戻るから問題はないわ。しかし、もし見つかったとしてもこんな状態ではとても式典は無理だろう。まさかこんな酔っ払いの猫を女王陛下と一緒に公式な場所に引っ張り出すなんて。大丈夫。チェルシーの姿が見えたら、すぐに捕まえて、火を消すの。そして、この場所から引き離すの。そうすれば、そんなに酔わせずに、チェルシーを捕まえることができるわ。なるほど。それなら、いけるかもしれない。だが、それでも手遅れになったら。そうならないように、手を尽くしましょう。まずは見つけて、捕まえることを考えなきゃ。お嬢様、最悪の場合、麻酔銃の使用は可能でしょうか？そうね。やむを得なければ、許可します。なぜ君が許可するんだ？もう、ホームズ、少し黙って見ていてちょうだい。君こそ黙りたまえ。おい、それより、あのシャム猫、宝石付きの金の首輪をしてないか？首輪に白い尻尾。間違いない。チェルシーだ。やったわ。ほら、こっちにいらっしゃい。やっと捕まえたわ、チェルシー。にゃーん。心配させて悪い子ね。やったじゃないか。それに金の首輪も無事だ。さあ戻りましょう。式典に間に合えばいいけれど。おい、君たちは何を？まさかホームズジュニア、チェルシーを捕まえたのか？ねえ、お察しの通りです。まあ、猫を捕まえたのは彼女ですが。なんだと？お手柄じゃないか。それにすぐに猫を女王陛下のところへお連れしなくては。ではペンデルトン、行きましょう。はい。では恐れ入りますが、スコットランドヤードの皆さんで火の始末をお願いします。わかりました。任せてください。
チェルシー様に敬礼。スコットランドヤードの敬礼を受けるなんて気持ちいいものね。敬礼を受けているのはお嬢様の腕の中の猫です。調子に乗ってはいけませんよ。分かっているわ。調子になんて乗っていないわよ、私は。あの子、変わった子だったな。やれやれ、事件は解決したし、僕たちは帰るか。え？パーティーに出席しないのか？俺たちって、事件の顛末を見届ける責任があるんじゃないか？パーティーの料理を食べたければ、君一人で行きたまえ。猫さえ無事に見つかれば、あとは何とでもなるだろう。お前な、そういうこと言うのやめろって。でも、あの子、本当に貴族のお嬢様なのかな？なんていうか、そう見えないっていうか。ま、あんな顔をしているが、あの立ち振る舞いに行動力。ただものではないな。訓練でも受けたのか。ああ、ホームズ？俺は貴族らしくなくて、親しみやすいなって意味で言ったんだけど、俺たちにも普通に話していいって言ってくれたし、しかも可愛い子だったじゃないか。ふん、面白い。あの能天気なタヌキ顔に騙されていることに気がつかないとはな。え？タヌキ顔って。気が変わった。僕たちもバッキンガム宮殿へ戻ろう。彼女がまだ女王陛下の料理をつまみ食いしているかもしれないからな。おい、待てよ、ホームズ。皆さん、今日はお集まりいただき感謝します。美しきこの大英帝国に栄光あらんことを、そして良き友人と信仰を温められる良き日に感謝いたしましょう。ここで可愛らしい友人をご紹介しましょう。女王陛下、チェルシーです。あなたを信じていましたよ。ありがとう。気品あるシャム猫は我が国においてはまさに歩く宝石。その中でもこうして女王陛下に可愛がっていただけるチェルシーは間違いなく世界で最も幸福な猫に違いない。ビクトリア女王、今後とも両国の永遠の友好と繁栄を願っています。ええ、私も同じ気持ちですわ。
チェルシー、また旅に酔ってしまったのね。なんだか妙に視線が泳いでいるわ。大丈夫よね。壇上までは距離もあるし、この距離なら誰にも気づかれないでしょう。やれやれ、猫はあのまたたびのせいでベロベロじゃないか。え、そうか。遠くて全然わかんないけど。まったく見るに耐えないな。あれではまるで安いバーの迷惑な中年客だ。シャム国の国王の目が悪いことを祈るしかないな。まあまあ、無事チェルシーが見つかってよかったじゃないか。行き着くまでのやり方が乱暴すぎる。エレガントだとは到底思えないな。でもまあ、なんだかんだ言って式典を見に戻ってきたんだ。つまりホームズは彼女を評価して。何か言ったか。いいよ、別に。見て、ペンデルトン、昨日のパーティーの記事が載っているわ。はい、私も先に拝見しております。写真にはお嬢様も写っていますし、よかったですね。ええ、でも、なんだか恥ずかしいわ。この記事が、ロンドン中の他の家でも、読まれているなんて。写真まで、こんなに大きく。ええ、コルセットをきつめにしておいて正解でした。もう、それじゃあ私が、すごく丸いみたいじゃない。この新聞はお嬢様の人生における最高の思い出として取っておきましょう。それじゃあ今がピークでこれから下り坂みたいじゃないの。それはそうと、お嬢様に先ほど王室の使者がお見えになって招待状をお預かりしました。王室から？読み上げてちょうだい。はい。では、親愛なるホワイトリー嬢、チェルシーを見つけてくれてありがとう。感謝の意を表したいと思います。本日15時、バッキンガム宮殿へお越しください。英国女王、ビクトリア。女王陛下が？まあ、どうしましょう。ぜひお伺いしましょう。すぐに御車に用意をさせます。お待ちしていましたよ。はい。昨日のお話はすべてスコットランドヤードから聞きました。チェルシーが無事に戻ってきたのはあなたのおかげだわ。本当にありがとう。お役に立てて光栄です、女王陛下。私からハリントン学園へ推薦状です。もしあなたの事情が許すならば、これを持ってハリントン校長を訪ねなさい。英国中から探偵の卵たちが集まるという、あのハリントン学園ですか？ええ、そうです。でも、私が探偵だなんて、とんでもないです。それに、女の子が学校なんて。おや、そうですか？ですが、ハリントン学園には、まだそれほど多くはないですが、女学生も学んでいます。と来世紀には多くの女性が学校に通い、見聞を広め、将来のために勉強することも普通になるでしょう。でも、私は今までずっと田舎で
世間のことを知らずに過ごしてきました。勉強は執事が私に必要なものを教えてくれていただけ、そんな私でも学園に通えるのでしょうか。ええ、問題ないわ。それにあのオリビア・ホワイトリーもハリントン学園に通っていたのですから。お母様が？ええ、優秀だけど慎み深く、誰からも頼りにされる素敵な女性だったわ。そして私も困った時には彼女に助けを求めたものです。女王陛下がお母様に？今日はあなたにこの指輪を贈りましょう。内側に私の名とあなたの名、両方を刻印してあります。これは女王陛下の指輪。女王陛下の探偵であることを示すものですね。聞いたことはあるけれど、見るのは今日が初めてです。あら、そうかしら。あなたは同じものを見たことがあるはずですよ。私がこの指輪を？いずれわかります。これを見せればロンドン中のどんな場所でも扉が開き、どんな人物からも力を借りることができるでしょう。あなたが一緒に捜査をしたホームズ・ジュニアにも同じ指輪を預けています。彼もまた私が一目置く探偵の一人。あのホームズもこの指輪を？ええ、他にも指輪を持ったあなたと同い年の探偵たちが学園にいるはずです。そして今日からあなたもその一人となりました。光栄です、本当に。女王陛下のご期待に添えるかわかりませんが、精一杯やってみます。難しく考えることはありません。ええ、あなたは何より行動力とひらめき、そして機転の利く柔軟さを持っています。これからもあなたの勇気と機転で身近で困っている人、あなたを頼ってきた人の力になればいいのです。きっと素敵な探偵になるでしょう。はい、女王陛下、きっとご期待に添えるよう努力します。